よし、今晩もマイクラやっていこう。今日はね、キクシーさんが、エンドに行く準備ができたということなので、行こうと思います。ではでは。せっせっと。この辺のアイテムは突っ込んでおこう。エンドシェルカーだからこれでいいかな。バンチャですの。バンチャー、バンチャー。ちょっと食べ物用意しとこう。豚肉がいっぱいあるけど、まあやっぱ。ちょっとブロック持ってた方がいいかな。ブロック、こっちのブロックの方がいっぱいあるか。よし、のが動くの慣れてるわ。だいぶね、この町もね、広くなっちゃって、誰かが整地してくれたから、こうやって家を建てる場所も整地できたよね。あ、そっちか。ほら、忍びさんになって、忍びちゃんってなんだよ。忍びになってる。安心のポーション。ありがとう。ああ、そことか。胡蝶忍だから薬系ね。お、すごい、これ。これすごいな。頑張ったらここから登れるんじゃねえの？登れた。初めて早々。人んちの水辺で遊ぶっていう。あらあら、ケンさんじゃないですか。お久しぶりですね。
胡蝶しのぶ風ね、富岡さんですねじゃないですかみたいな。エンドインク準備ができましたということで、いきますか。エンドってどこだったっけ。見やすいように暗示準備しときました。はい、ありがとうございます。見やすいように。エンダードラゴンがいるところ。うんうんうん、香りかぼちゃ。エンダードラゴンのいる場所、エンド俺は知らないんだよな、場所は。エンダーマンに襲われないように、わら。かぼちゃ。これかぶってたらエンダーマンに襲われないの。あ、そっか、目が合わんのか、これをかぶってたら。そういうこと。え、すごい長い通路エンドシティ、これ作ったの。すごい。なんかいろいろ道でもできてるし、あれ？おー、矢印。クシーさんやわ。意外とすぐに着いたね。さあ、いざ。こっちか。エンダーパール、ありがとう。ありがとう。エンダーパール全部キクシーさんが回収したけど。じゃあ一応かぶっとくか。かぶりかぶちゃ。視界悪っ。このようにだ。じゃあいざ、エンドにポーン。こんなに視界悪かったっけ。三人称視点にしてると移動しやすいですよ。うんうん、今三人称にした。あれ、あ、そこか。俺もシェルカーボックスはもらったやつだけだからな。三人称でなかなか動かすことないからね。あれ？
遺跡は湧き潰し甘いし、ポータルのある場所ば分かりづらいしで大変でした。わら。あれ聞くし、あ、終わった。エンドシティ到着。戻りもちゃんと戻りやすくなってるね。エンドシティはどこだ？こっちに足場あるけど、こっちの方面？こっち側なんてブロック積んであるだけでしたよ、わら。積んであるだけ。あん、見聞きます。安市？安市か、安市、あ、そっか、安市で間違えた。話聞いてる。こっち、あの発生通路行くの。エリトラもできれば見つけたいですね、わら。エリトラね。ちょっと怖えな、これ。落ちたら奈落だもんな。ケンさんについていきます、わら。え、いいの？俺についてくるのでいいの？え、つうか、ここじゃあまだエンドシティを発見してないっていうこと？発見はしてるのか？とりあえずこの通路行くけどさ、そっか、これで目線でもあった日にゃ殴られて落とされるもんね。ここまで来て帰りやすいようにはしごつけて帰ってきたから探索はさっぱりです。ああ、なるほど、探索はあまりしてないと。エンドシティも見つけてない。いやあ、ヒヤッとするぜ。エンドシティみたいなものは見当たらないね。特に何もなし。大きな大陸あったら探しやすいのに、しょぼーん。そうね、大陸じゃないから島々を行き来するしかないんだよな。あ、ここまでか。ああ、なるほど、これ行き来するからブロック持ってこなかった、来ないといけなかったんだね。まあ最悪このブロックを採掘すればいいのか。
特殊な、これ誰か来たと、いやどうなんだろう、あそこはなんで取り入れてたんだろう。そうすると、何もないね、何も見当たんない。コーラフルーツ食べたこの大陸、あのジグザグな橋作るくらいだからすごい遊び心強そうな人が先に来た印象強いですわら遊び心そうね、ジグザグに似てるぐらいだからな。まっすぐ行きゃいいものを。ここ広いね。広いけどエンドシティは見つからない。昔はなんかエンドシティすぐにあったイメージがあるんだけどな。コメントするたびにケンさん見失ってますわら大丈夫、一本道しか来てないはずだから。あ、ここも買った跡がある。コーラフルーツがある。ちょっとキクシーさん探しに戻らなあかん。途中土ブロックからね、石レンガのブロックに変わった方向に進んで、その島を90度曲がっていった先かな。ほんま、わかんないな。キクシーさんがどこにいるか。あ、いたいた。やったエンドシティの旅も楽じゃないぜ。押したら即死っていうのがね、またね。とりあえずこっち側に続いてるが、あった、エンドシティ発見だよ、エンドシティ。暗視使ってもあんまり見える距離変わんないですね、わら確かに。さあこれ戻るのが大変だよねマジで最短距離も行けたらいいんだけど。エンドシティでは建物これだけう
船ないからエリトラなさそう。なさそう。あとはシェルカーは、シェルカーもいなさそうやな。うわ、いけんかった。そっちか。まあもう誰かが来て探索した後だもんね。ここはね。マジかよ、上まで行けれんかったわ。あれ、キクシーさんどこ行ったん？今言ったらあれがあるのか、羽があるやつ、羽が、旗が。この大陸ぐるって見て見てる。はあ、ぐるっとね。ちなみに左回り右回りどっち行ってますか？大陸広いなこれ。多分左回り。あ、同じ方向か。同じ方向行ってたらもう永遠に会えないな。永遠に会えない。逆回り行こう。チャットで話すのも大変そうやね。何もないね。エンダーマンは借り放題だけど、一体攻撃したらめちゃくちゃ攻撃されそうやわ。シティ近くの橋以外はなさそう。なさそう。あそこ以外は他に分岐してる道もなかったしな。広い。
下手したら踏み外して落ちちゃいけないからね。広すぎん、この大陸。別の橋あった。ん？マジで？エンドとは珍しい。でしょうでしょう、エンドとは珍しいでしょう。あった。あ、キクシーさんそっちにいるのね。702-1582 見えた見えた見えたけどね、遠いわ。よいしょ、もうちょっと食い物持ってくるべきだった。こんなに体力消費する。あ、食いもん、ありがとう。一本橋も怖いよ。そろりそろり。なんでこうジグザグにさ道作ってんのよ。怖い怖い。渡り切ったね、わらね。視聴者喜ぶエンパ投げ。エンパ投げ、視聴者喜ぶか。そのまま下に落ちていったらそれもたまったもんじゃねえよ。あ、こっちにあるわ、橋が。とりあえず回るのね。剣三橋の先に行っていいですよ。あ、いいの？じゃあ桟橋の先行っちゃうよ俺は。桟橋の先ないな。橋の先だわ。オッケーオッケー。手分けした方が見つかるのはやそう。うんうん。シップ見つけるまで絵面地味だからエンパ投げて飽きさせないようにするって大手配信者様が言ってましたね。飽きさせないようにする。まあでも確かに地味だもんね。よくこれ作ったね。これやった人もさ、誰が言ったんだか知らないが、奈落に落ちたらもう全ロスだもんね、マグマと一緒のように。ではこんなにシティ、エンドシティ見つけるの大変じゃなかったはずやけどな。
張品エンチスに入れとけば、それほどロス被害はないと思いますよ。貴重品。なるほど。持ち物がいっぱいである。いや、ちょっと待って。ああ、でも普通のツルハシがあるけど、まだいっか。じゃあこの辺りぶち込んどこう。ちょっと待った、シルクタッチをしまった。シルクタッチだけはお気をつけて。今その話をしようとしてたわ。シルクタッチじゃないとエンチェス破壊できないもんね。うん、道つながってねえな。あの途中の渡るところがあった、あそこか。シュルカー入れ忘れてます。確かに。X 軸マイナス方面に探してみますね。ああ、了解です。 X 軸がマイナス方面ね。地味に繋がってるように見えたけど、全然繋がってなかった。あぶねえ。その気になったら管理者権限発動してからテレポートするからな。うん、ここで道が途絶えてんのか。こっからは自力で見つけに行くしかねえな。この真ん中の部分がさ、取り入れてんのが使ったことないので不明ですが、望遠鏡って役に立たないんですか？望遠鏡か。望遠鏡、まあ遠くが見えるっていうのはあるけど、どうなんだろう。探索してる時には役に立つのかな。遠くが見えるし。あっち方面には何があるだろうっていうふうな確認をするときに、滑らかな石の橋があったら、そっちが私が進んだ方向ですの。はいはい、了解了解。今何個あるこれ。64。何本か。95ある。95で渡れるかなこれ。ちょっと待って。
こうか。怖えなー。これ前向きながら置けれるようになったのはいいけどさ、早くなったからね。やりようによってはこれ走りながら置けるらしいね。走りながら置けるけど下手したら落ちるよね。ハーフブロックにするなど。あら、ここも買った跡があるな。ハーフブロックにするなど。ここも道が続いてる。これは利用させてもらおう。どうやって前に置くの？ブロック足りるかな。ゲン打てたので。あー、なるほど。ハーフブロックにする。ハーフブロックに作業台がないんだ作業台がねえあ、あったあったよ、キクシーさん。エンドシップ、もう多分誰かが見てるから、もうこれはないと思われるけど、エリトラは。お、おめです。目的はシェルか。前に置く方法は感覚ですが、空いている空間に足元手前に設置する感じですかね。そうなんだよね。シェルかいなかったな。シェルカーの殻が閉まる音がしたな、今。ちょっと頭ぶつかるのはないよ。外壁にいるのか、シェルカー。ちょっと待って物置きゃいいんか。足場置きゃいいわ。一番下まで落ちたわ。殻集めなんです。ん？ね、一応殻集め。シェルカーボックス。まだいけるな。まだ頭を打ったりしねえな。アプで追加要素のシュルカー増殖使い時ですね。シュルカー増殖の使い時、そんなんあるの？そんなんあるんですか？ちょっと待った。矢を抱き出した。使い時。シェルカー増殖バグみたいな。
どこでシュルカー泣いてんだよ。シュルカーの弾をシュルカーに当てると確率でシュルカーがスポーンする。おお、そうなんだ。バグではなく公式の仕様かと。シェルカーの音はしてるけどシェルカーは見えねえんだよ。エンドロッタもらっていこう。外壁から見るか。どこにおるんや、マジで。あー、おった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 。これの向こう側か。うんしょ、うんしょ、よし、ここまで来れば大丈夫だ。あ、じゃ、ちょ待って、マジか。落下経験があってよかった。自分に矢が当たったわ。あの高さから飛び降りても大丈夫だったわ。いやー、マジでびっくりした。怖い、わら。まさか自分に矢が当たるとは。シェルカーはエンドシップの方にもいるよね。一線超えたら地面に円波投げたり水バケツ着地が良いかと。ああ、オッケーオッケー、そういう感じね。水バケツ着地。ああ、あそこドロップしてんのか。あれか、違うな、さっきのブロックか。ブロック落ちてたんだ。いねえな。こんだけ探してから一体しかいなかったんだけど。なぜここで取り入れてる。あとはあれか、エンダーパール投げた感じか。あれ、何もないね。別の転送ブロックありました、わら。別の転送ブロック、こっちにもあったよ、別の転送ブロック。あそこにある、こっちにも世界も。なんかね、何もない。シェルカーも一匹しかおらんかったし、倒しねえ。シェルカーもうちょっといるよね、普通。いないものなの、こんなに。あちこちにあるんだね、わら。じゃあもうちょっと先行くしかないな。
で、多分最初に来た人はここまでしか来てないと思われるから、もう攻略済みだから狩られちゃったかも。シェルカーってスポーンしないの？離れたら。いた。うん。スポーンしないんだ。そうなんだ。幽玄脇。幽玄脇か。お前ちょっと邪魔だな。お前そこはなぜ俺側にめっちゃ寄ってくるんだい君は。じゃけん増殖しましょうね。ああそういうことなのね。すごい大きなシティあったよ。え、マジで？じゃあちょっとキクシーさんのところに飛びますわ。今は飛んでも大丈夫なような場所に。あ、でもゼロ距離。船もあり。船もあり、でっか。おー、ここまだ攻略済み、ノン攻略じゃん。さすが。ノン攻略なのかな。ノン攻略の。船の先のドラゴンが見えない。船の先のドラゴン見えない。わら。じゃあもうエリトラを取って逆にここまで飛んできたとかそういう説あるよね。ボイカも不統合不統合。あーないね。ドラゴンの頭ないわ。まあ、ちょっと中に入るだけ入ってみようか。シェルカーいるかもしれないし。いや、シェルカーの声するね。シェルカーはいそうだから攻略しましょう。しましょう。うわ、いた。シェルカー同士がやり合ってるけど、これ増えんの？これで増えんの？いや、これ途中で相殺してんな。状況。普通に倒した。
脇に関しては統合版の上限もあるので位置的に怪しい気もします。おー、なるほど。めっちゃ下から足場作ってくれてる。上から。やべ、死ぬかと思った。殻のかけらは手に入れねえな。めっちゃはめられてたけど俺。そっか、防具着てないからダメージでかいんだ。途中の通路見てきますね。はいはい。ああ、そっか、防具が、そっか、この中に入ってんのか。ちょっと待って大丈夫？キクシーさんキクシーさん、防具ないとめっちゃ痛い、わらですよ、ですよ。ケンさん、テレポお願いしてもいい？もう大丈夫？テレポート。エンドロットは蛍光灯として使えるからね。よし、じゃあ俺こっち行こう。痛い、やめて、ひどい。どっか遠くから狙われたな。あっち、やっつ、誰やねん。すぐに跳ね返されたわ。あ、からっ、イェイ、からゲット !3 個。ピクシーさん高いところから落ちた。もう、わら。じゃないわ。あー、あれか、シェルカーくらって高いとこから落ちたのね。ありがとうです。いえいえ。
ドゥワッツズワッツってる。上見ないとな、頭ごつんいくよね。いた。え？あいつあんな動きするの？よしやった。この上倒した。アイテムはドロップしねえな。危ねえ危ねえ。シールドがあればいいのか。うん。やべ、はめに合う、はめに合う。くそ。これ。よし、弓のがええな。防火束縛やし、しかもダイヤモンズ。あ、そっか、これ開けてもしょうがないな。俺のだ俺のだもん。開けてもしょうがないわ、そりゃ。あ、でもまだ上があるのか。そう、ドロップしねえだと。しかもね、何もねえし、エンドロットだけもらおう。これ以上上は何もないもんな。旗は別にいるもんでもねえしな。どっかで応援してる人の声が聞こえるけど、この下あたりいるのか。いた。ゲバゲバッツ。いたな。
今見えたぞ。移動したけど。ちょうどいるところの真後ろを買ったからさ。あ、でもどっか行った。上かな。いるわ、あそこ。アイテムはドロップしなかったな。痛い。やったー、また手に入れたぞ。これで7個目。ありがとう。瞬間移動した。こういうところは探索してねえのね。あんまいらんから、これは。10個目ゲットですの。おお、10個目。ナイスです。そういう曲がり方する。参加ってエリトラとってもワールド虫に最初に行き渡らないの不思議ですね、わら。いやいや、俺エリトラね、あんま好きくないんだよね、操作できないから。いや、まあ別に空飛ばんでもっていう考えが。やばい、エンダーマンと目が合った。何もいない。中にも、中、あれいるか、気のせいか、あれは違うか、違った。あとは。エンドシップ一応行ってみるか。最後私が向いてる方行きます。ん？私が向いてる方、これ、こっち。
あれ？ああ、下いた。そっちね。内部は探索せんと、あ、だエンドシップとあればっかり探索してるんだね、ここ来た人は。ダイヤモンド発見、あ、持てれねえわ。耐久力、アイテムボーナス。言うたってな。これで俺は9個ですね。シェルカーは自分が使う分集まったら特に用事ないですからね、わら。シェルカーってこれ何個集まんの？何個で何個できるんだっけ？いた。びっくりした。あ、やべ、目が合ってしまった、エンダーマンと。マジかマジかよ、突き落とされたわ。ケンケンさん突き落とされた。奈落だから。そう、奈落だから。装備なくない。装備はね、ない。装備はない。装備はないです。せっかく手に入れたシェルカーボックスも、シェルカーも、待って、いいやで作れた。鉄ありがとう。鉄の装備ありがとう。奈落は痛いな。普通に死んだんじゃないから、アイテム全ロスやわ。この中に入ってるやつ。とりあえずそれで、わら。うん、とりあえずこれで。あ、あとご飯。ありがとう。エンダーパールも間に合わへんわ、あんなん。無駄にエンダー、おっと、はい、ちょっとな、いけんなこりゃ。高いとこから落ちすぎやで。
落下軽減だけ作ってくる。いや、大丈夫。装備取ったもんな俺。まさかエンダーマンと目があってここから突き落とされるとは思わんかったわ。もうちょっと屋内で戦うべきやったな。敵を取ってくれた。どのエンダーマンかわかんねえけど。エンダーマン怖い、わら。ほんま。突き落とされるよ。空中かよ。待って、せめてエンドロッドだけでも。あっち行った。船見て一度帰りますか、わら。うん、船見て一度帰る。そのつもり。危ねえ。めちゃくちゃ危ねえとこから落ちたわ。奈落とかそれが一番怖いんだよね。あ、キクシーさん、このエンダーチェスト壊してもらっていいですか？アイテムか。エンダーチェスト作るのめんどくさいから、ちょっとアイテム化してちょっと持っておきたい。ありがとうございます。アイテムがね。わあ、すごい。今のうちに。エンド怖い。このわざわざ死にに行くようなところ行きたくないもん。
わあ、シェルかー。見て。これ、やった。シェルカーボックス。あれだ。ヘリトラルデ。シェルカーのあれ取れんかったわ。あ、ダイヤモンド。エリトラあった。幸運と修繕。全部消滅の呪いがついてるの。シルクタッチと修繕1。消滅の呪いとか取れたらいいのにね。消滅の呪い別についたとも別にいいのか、それは。あー、キクシーさん、キクシーさん。プレゼント、エキトラは私はいいや。もらっていいの。どうぞどうぞ。あ、頭あるじゃん、ドラゴンの。頭あった。頭ね。ちょっと待って、ブロック作るとかは違うな。未探索だったのか、やっぱ。やったやったー、頭ゲット。頭でっかちすぎんだよな、これつけたら。よし、ありがとうございます。いや、奈落に落ちたのがまず間違いだ。半分あげます。ありがとうございます。半分、さっき俺が手に入れてたやつの。と同じぐらいだよ、半分って。これはいいや。よし、じゃあどうしよっか。戻る？これ戻れんのかな、テレポートで。うんの。座標指定すればテレポも行けるけど。うん。まあでもあれか、ワープのやつあるもんね。覚えてます？覚えてない。覚えてないけど、そっか、ちょっと待ってね。どこだったっけな。ここじゃねえな。
心配だから私を先に座標でテレポしてみてもいいです。心配だから、大丈夫大丈夫。とりあえずここにね、エンジャーテーション慣れてるんで、10514113853での、プラスでいいの？行った先がさ、あれやったら、奈落やったら危ねえだろ。それより今ね、あれだよ。動画見直したら、分かったけど、そこでもいいのかな。なるほど。これキクシーさんをって知ってるけど、ちょっと待って、ちょっととりあえず大したものを持ってない。最初にエンド来たところの方がいいかもですね。まず俺飛びますわ。マイナスってさ、これでいいのかな。あ、テレポする前にここの大陸もうちょっと見て回ってもいいです。ああ、了解了解。これはログに保存されたから、これをもうちょっとそこの素材集めて帰ろうかな。この素材つってもな、大したものが。エンドロッドくらいですよね、わら。エンドロッドぐらい、マジで。いた。うわ、食らったし、機会が悪い。どういう感情って感じだな。空中で。まだ生き残りが、わら。まだ生き残りがいた。
これドラゴンの頭かぶってても襲われんのかな。どうなんだろう、わら。ちょっと試してみるか。ドラゴンの頭かぶってても襲われんかったら、こっちの方が視界がいいんだよね。とりあえず安全そうな場所でやろう。さ、エンダーマンかかってこい。あー、無事に襲われました。あらら、わら。どう見ても目見えてないはずやけどな。目線合ってないと思うけどな。うん。まあいいや。いや、気持ちいい。そっか、俺エンダーパールがないから。あそこでいっか。よし、こんな感じでいいかな。あ、でも足場がないとエンダーマンが上がってこれんね。さあ、エンダーマンかかってこい。さあ、かかってこい、エンダーマン。よし、来た。あれ？すぐにどっか行った。あ、来た。そう、落ちる。危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。危ねえ、死ぬ、死ぬ、死ぬ。また、行くとこやったわ。奈落へ。どこだ、エンダーマン。
来た。すぐワープするなんて卑怯者だぞ。みんな揃ってかかってこい。バイキンマン探してるアンパンマンみたいなセリフ、わら。いた。来い、かかってこい。なんなん、一発殴ってどっか行くのやめてくれん。あ、来た。上がってこいよ。来い、来ないか、諦めたのか。毎回同じ敵が来るとは限らんからな。あーっと来た、いっぱい来た。一発ずつしか攻撃できんのがね、待て。どっかへ死んだ。いた。シュッ。あれ？あ、ちょっと。いきなり来るからな、あいつら。あ、来た来た。落ちていくなよ。あ、落下ダメージで死んだんだな、さっきのやつ。シュッ。ほっ。てや。上がってこねえな。臆病者か。臆病者か。エンダーパールあるわ。エンダーパールだけかま取りに行くか。もう襲ってくるやついねえか。いたいた、襲ってくるやつがいるわ。こやろ、お前やろ、お前か、お前か、どこや。あれか、防具にトゲがついてるのか。あ、トゲがついてんね。意外と防護も高い能力が来てんね。ちょっと怖いので一足先にちょっと戻っておりますわ。頭だけかぶっとこうか。どこやったっけ。それこっち側、わら。あ、これそっち側やったか。
さっきの場所から出口だったか。そうやな。そうそう。あそこから戻るんよ。真ん中から。土ブロックが積んである側の大陸の真ん中から戻れますよ、陽一。ここね、ここ。なんか掘ってある。あー、あ、そっかそっか、これあれだな。ドラゴンの卵をアイテム化しようとしてからこういう風に掘ってるんだな。知ってる知ってる。さあ。なぜゼロネワールドの方に来た？おっと。手厚い洗礼を受ける。あ、そうか、これ自分のベッドの場所に戻るのか。いやー、久々に戻ってきたわ。どうしようかね。とりあえずシルクタッチ、あと。お、馬シルクタッチか。クシーさん戻るときは言ってくださいね。ワープさせますので。はいの。さあ、シルクタッチがどっかにおったはずだ。あったー、シルクタッチ。クタッチがおったけど、経験値か。これにはシルクタッチをつけるわけにいかねえしな。経験値、経験何か棒状のものはないかな。
そういえば、シェルカーボックスが4つ。よし、これで。たくさんのものが運べれるようになった。もっ、あ、そっか、これ、あれか。エンダーチェストの中に入れとけばいいんだ。どうせ物運ぶときにしか使わねえし。でだよ。経験値足りるのかな、これ。シルクタッチ。ああ、持ってた。ああ、ちょっと足りないね。ということはだよ。そうだ。ちょいとキクシーさん、あそこの、ね、私のところの経験値かまど使っていいですよ。ああ、そうだ。アクセント、P。そう言ってもらえてましたね、この。あっち側にあるネザーレッグちょっといただきやすわ。上でちょっと焼きてんで。どうぞ。ざす。入れ損ねてるし、空中で止まってるし、経験値トラップに行こうかと思ったんだよね。あの目の前で釣りしながらちょっと経験値でも貯めようかなって。ちょっと経験値かまどいただきますわ。よしと、の前に焼こう。小さいシティ見つけました。おお、小さいシティ。ちょっと待ってね。チェスト45個も持ってるわ、なんか知らんけど。しまえばいいのか。いらないものは。
しよう、作業台。天まで続く足場が異様だな。これで止めてたらいいんだよね、確か。なんかいろいろ入って。おお、一気に溜まった。よし、戻る。落下軽減だけは欲しいな、足に。エンチャントボーンあったっけ？落下軽減多分あったような気がするけど、あんまり見てねえな。ダイヤモンド。足の防具を。ちょっと待って、作業台が一個もねえ。お、木の防具もね。いろいろアイテム不足すぎるじゃろ。いや、お、俺なんで棒作ったんだ。棒は意味関係ねえ、関係ねえけど斧は作っとこう。斧なくなったんだって。うん、斧もなくなってんな。で、足と胴体か、今ないのは。
て、装備してしまったらいけんな。さあ、落下リレー。水中糸じゃなくて、落下、そっか、弓もなくなったんだね、あの最強弓。落下軽減ないな。29って微妙な感じになってるから、ちょっと間違えた。お前じゃねえ、お前じゃない。いただきましたよ。あー、ラピスラズリ。さあ、何かいいやつが来てほしいな。落下キャリアン、まあ、防護でも、まあ防護、防護しかつかんかったけど。しゃあなしかな。装備の身長大変ですね、わら。そうなのよ、身長、わら。身長あれ、ご変換がやばすぎる。あれ、ちゃんともう閉まった、もしかして。水中移動にな、シルクタッチ付きのツルハシ。効率とかあったって。ああ、そうか、効率とか俺ジェロネさんにあげたわ。いらないなと思って。耐久さんついてるし、こっちにつけたらよかった。まあいいや、そのうち頑張ろう。とりあえず視力タッチついたし。よし、あれか、ちっちゃいエンドシティ。さっきあっちのシティ攻略したところです。あ、なるほど、お疲れっす。エンドは怖い、ただただそれだけだよ。小人かと思った、小人のエンダーマンかと思ったら体めり込んでたわ。ちょいちょいワンブロック分足めり込んでんね、エンダーマン。
やー、奈落に落とされよるときにワープでもしようかなーって思ったけど、全然間に合わんかった。あそこは初めて？あれ、ぐるって回ってきた。ぐるって回ってきた、もしかして。回れるとこなの、ここ。いや、回ってきたことないかな？いや、わかんないけど。ああ、攻略した後あるわ。攻略した後あったわ。ちょこっと飛び出してるところ、私がブロック壊してる、わら。狂 ってもあったんだ。ああ、ちょこっと、あそこね、ちょこっと飛び出した場所。みんな移動スピード速いな。ジャンプ移動したら早いっていうな。スタミナ減るけど。ここを行こうとするのか。エンターマンがあいつ何してんのかなって思ってる、絶対。あ、でも目合わないしな。どうしよう、私はどうしたらいいのか。
オーラフルーツばっかりや。ヒヤッとしたぜ。遊び心。できるならケンさんのエリトラも見つけたい。ああなるほど。ああだからやってくれてんの。もう一つのエンドシティ探すために。エンドシップね。広いね。あんなところにポツンとコーラフルーツ。ご飯足ります？ご飯はまだあと22個ある。いいよ、その気になったらワープする。その気になったらワープする。なんと怠惰な。なんと怠惰なって、もうそれだよね。エンド広い。はい、わら。うん。今意識したわけじゃないけど、そんな言葉が出てしまった今日この頃。
あら、同じ方向に行き着いた。別な方向に行こうと思ったけど、結局、キクシーさんの方に来たわ。すごい造形だこと。小さいのあった。あら、小さいのあった？小さいのばっかりやんな。おっとっと、近い近い近い。こういうとこにはないんだよね。やっぱエンドシップじゃねえと。地獄絵図かい。防護、耐久、消滅、束縛、来たらもう一ダメなやつだな。トゲ防護。お、これいいじゃん。防火、耐久力、なんちゃらかんちゃら。修繕、鉄の吊るはしか。いやー、地獄絵図すぎるな、こん中。マジで。取れたねー。いけな、いけな、もう。ああ、屋上か。あれ？どうやって登ってきたかなと思ったら、そうそう。空中に投げ出されたんだよね。いた。下手した。あ、いた。
たいた。ちょっと待った、エンダーマンが視界に入ってきた。上にいてんの？上にいてんね。あら、倒した。目が丸、目が。ふう。よいしょ。ケンさん時間大丈夫？うん、自分は大丈夫ですよ。明日も休みなので。キクシーさんは大丈夫ですか？エンダーマン、君大丈夫？体が、頭が埋まってるけど。え？エンダーマン、あなたモブヘッドみたいな感じになってるよ、君。あ、どっか行った。私もです、わらよかったよかった。もうね、方角がわかんねえわ。どっから自分が来たのか。まあ、ワープしたの、あ、そっか。自分こっち側行ったんだった、確か。そうだった、そうだった。掘った跡があったわ。ん？掘った跡あった？掘った跡あったって。あれ？あったっす。こっち側行ったんだった。エンドシティは誰が住む場所なんだ。あれはシェルカーの住む場所か、エンダーマンの住む場所か、分かったもんではない。ちょっと遠いな。
視界が悪すぎ。そんな壊れ方するか。使い切っちゃったよ。よし。ブロックがないから渡れない。マジでこれ探すのさ、すごいな根気が。本気が必要。花火があればエリトラで探すんですけどね。不統合不統合そうしたら早いよね。大陸間は移動しやすそうやわ。エンドシティないな。俺ちっちゃいのすら見つけてないもん。キクシーさん、運良すぎやろ。
それ誰かルートをつなぎ落としたあれか、自然生成か、これはよくわからん。本当に運良かったら転送後目の前にありますよ。ああ確かにね、本当に運が良かったら確かにそうか。離れ小島しかねえな。転送ブロックあったからちょっと現世にご飯取りに行ってきますね。早い。下の方つながってんね。ああ、そういえば今思えば地図も失ってんね、俺。まあいいんだけど、全体地図だからすぐ作れるけど。やばこの穴。あ、マジかよ。ケンさん。一ブロック足りてなかった。よし。よし。おとなしく現世で遊びます。これはエンドに行くなっていうことなんでな、多分ね、これは。せっかく装備集めたのに。多分おそらくそういうことなんでしょう。エンドに行くなと言われてるようで仕方がない。本日2度目の奈落の底でございます。
エリトラって普段誰が使ってるの？普段はゼロネさんだったりとか、今最近入ってないけど、エクスプレスさんだったりとかかな。うん、あとは誰も使ってないかな。お家分かれば花火狩りに行きたい、わら。花火狩り入ってた、斧が、斧あるわ。あ、とかまたシルクタッチつけんといけんじゃん、これ。エンダーチェスト、クリーパートラップも作らなきゃ、しょぼーん。クリーパートラップ、あ、そこは花火。ゼロネさんのところはなんか自由にそのトラップとか使ってもいいって言ってたんで、そこは使わせてもらってもいいのかな、多分。シルクタッチ、まだあと1個ぐらいシルクあった。うん、こっちじゃねえわ。てか一応地図もとこ。ゼロネさんのところ行ってみますの。はいはい。ああ、トロコで移動してるのね。正面玄関から入ると落とし穴があるので気をつけてください。いろいろね、トラップがあるんで。何をしようとしたっけ。食い物、食い物。
ああ、トロッコだけが。やってますね。このトラックは何だ？よくこんなん作るわ。無限期間。多分放置して経験値増やすよ。ああ、なるほど。もっと必要か。火薬1スタック借りてきます。借りてきます。ちょっと待って、奴隷が誰だったっけ？これ終戦。耐久力シルクタッチか。間違えた。シルクタッチ、耐久力、これは効率か。やべ、28個もいるじゃん、効率これ。足りてねー。また後にしよう。これはもう使用不可能になったゼロティックパルサーか。あら、鶏がいなくなってる。これももうやめたのか。
ベッドがなーい。ベッド。私も置いてきちゃった、わら。俺は槍のによっては木材の一部をいただこう。よし。完璧。ワンワン号。うわ、ベッドがたくさん。ワンワン号乗っていっていいですよ。ん？いやいや大丈夫っすよ。俺はすって帰るんで。エリトラ使うのでわら。そっか、エリトラがあるのか。じゃあそうね、ピクシーさんのお家まで連れて帰り出すわ。ワンワン号なんか、こっちは無理だった。いけんかった。正直にこっちから戻った方が早いわ。ワンワン号早いわ。マサさん家のアイテムって借りてもいいのかな？マサさん家のアイテム？ちょっと待ってよ。どこのことかな？おお、白馬じゃん。ああ。商店街みたいなのの隣にある家。ああ、そこね。
アイテム？これ？これ違うか。どこのアイテムかいね。いっぱいマサさんのチェストが近くにあるからそうだと思ってた、わら。うん。あ、こんなところに入り口用意してたんだ。うわ、すごいやってんね、マサさん。なんか秘密の工場みたいな。ちょっとお邪魔したらすごかった、わら。うん。こんなところにこんなに隠し持ってる。ここ暗いから敵湧いてるわ。ああすごいね。まあ借りる分ならいいんじゃないかな。すぐに返せるし。ならね。じゃあこの地図ちょっと大きくせんと。ねえ、わら。例えば製図剤ってあったっけ。製図剤は俺場所を移したよな。ああそっか、自分家の下に移したんだった。ちゃんこのサイズでもいいか、別に大きすぎてもな。いや、この町もだいぶでかくなってきた気がするんだよね。いい感じにね。いろんな人が適当に家を作ってくれてるから。ん？こいつ一回で懐いた？マジかよ。あ、しかも早え。一回で懐いた上に早えやつだと。私が乗ってた子かも。
ほんまに乗ってた子こんなにこんなとこにずっと残ってるもんなのね。あベッドないわ、ボートに座れた。あ、殴る、ちょっと待って、これ、下ろせれんの下ろせれんのこれ。白馬2頭いたんだけど、足が速いだけかジャンプが高いだけの子かって極端だった、わら。え、これなんやな、うまく攻撃してしまうのかな。まあまあまあ、これはこれでいいや、別に自分の馬いるし。お、ネザーウォートここで育ててんだ。そういえばゼロネさんがネザーウォート欲しいって言ってたな。ああ、うまい、いいっすよ、いいっすよ。どこ叩いてもダメっぽいね。うん。幅がでかいから、馬の。クモ、お前、お前クモ、俺の白馬もずっとここにいるしね、大丈夫。東島ゼロネ、ゼロネさんが名前をつけた俺の馬、東島。そうなんだ、わら。そう、俺ではないよ、ジロネさんが釣ってくれたから。てかやっぱこれ商店街、商店街に見えるんだね、ここの。なんて言うんだろうな、町みたいに、町ってか、まあ古い町、まあ商店街か、商店街やんなぁ。そういったらもうそれにしか見えなくなってきたわ。中身はまだ何もない。中身作ってくれる人がおりゃいいんだけどな。俺あのホテルにしろ何にしろ側しか作ってないから。この神社もよ、そうよ、この神社も側しか作ってないから。
でも真面目に本当、側は結構良くなったよな。あの屋根が全然見えてなかったんだよな。せっかくどんがり屋根にしてたのに、こっから見てもちょこっとしか頭が出てないぐらいの見栄えあったから。なんて言うんだろう。こんな感じかな。ちょこっとしか頭見えてねえよっつって。この位置でも。で、ちょっと高さを上げた関係で、だいぶとんがり屋根が見えるようになってきて、結構いい感じにできたんじゃないかなと。この横のところもそうかな。もうちょっとシュッとさせた方が良かったかな、サイズ。まあまあ、いいか。もうちょっと装飾の仕様はあるかもしれんけど、まあ湧き潰しのために上にカーペットを敷いてます。敵の湧くところはっていう感じかな。スコップがない。効率がついてねえから遅いな、相変わらず。なんか入れてたっけ俺。あ、スコップが残ってる。まあ大したもんがないか。どうしようかな、今日はこの辺りで終了しようかな。よいしょっと。菊池さん、今日お付き合いありがとうございました。 いやいや、エンド楽しかったですよ。 楽しかったって言えるあれかわかんないけど、いえいえいえ、わら。あのね、あそこで、ホテル。2回も奈落に落ちちゃったのは大変でしたね、不統合不統合。ほんまね。いやー、せっかく装備をね、まあ、軽くですけど、整えた後に落ちちゃったからさ。アイテムまた揃えるの大変になるわ、これ。釣り竿とか弓矢に関しては、釣りをしてたらいいのが手に入ったから、それを使えばいいかって感じなんで、それはいいけど、ツルハシとかはね、また製作がちょっと困難を極めるようなので、頑張ろうかなと。何やお前、そんなに俺のことが好きなのかい？じゃあ、終わりにします。菊池さん、今日もありがとうございました。ではまたお会いしましょう。ブーじゃねえよ。叩けるぞ。叩きってやろうか。切るための剣はないけど、おつでした。おつでした。バイバーイ。